どうも、こうきたこえき大阪です。最新1126話で黒ひげ海賊団の動きが書かれました。やはり前々から予想している通り、黒ひげ海賊団 VS 革命軍の戦いが起きそうです。最近では1121話のこの見開きから今後の対戦カードが案に示されていると考察しました。下半分が左右同じ構図で配置されていて、サボはもちろん革命軍なのでイム様、コビーは玄海軍に歯向かうはずなので赤犬、それぞれに対応するので、クザンはドラゴンの位置、つまり黒ひげ海賊団と革命軍が戦うはずだと話しました。そして最新話でのラフィットの動きから、その信憑性がさらに高まってきました。ラフィットはウミットの会社ウミットシッピングの敷地内で何か作戦を遂行してます。ウミットは裏社会の帝王の一人ですが、その会社は政府施設のエッグヘッド建設にも関わってた。つまり正規の海運業でもその地位を築いてるけど、その傍ら麻薬の密輸とか法に触れる商売にも手を出しているのだろうと想像できる。そんなウミットは裏でも表でも海運を支配してる。どうやら革命軍はマリージョアへ兵糧攻めをしているイコール海運を止めているということをラフィットは突き止めた。政府ともつながっている海運といえばウミットなので、革命軍は兵糧攻めのためにウミットの船を襲うだろうと予測できる。つまりその船を襲う軍団員を追跡すれば革命軍の情報がつかめる。あわよくば本拠地にもたどり着ける。ラフィットはウミットの会社を壊しているのではなく、革命軍がいるから偵察という準備を進めている。ラフィットといえば催眠が得意なので、革命軍軍団員を数人洗脳すればかなり有利になるでしょう。黒ひげは準備を整えろとラフィットに言った。この準備という言葉は前回のドラゴンのセリフと意図的に重ねられているでしょう。メガパンクの配信を信じた者がいても、その全員が平和的に準備するとは限らない。平和的準備ではなく、真逆の戦争的準備、これをする奴らの代表が黒ひげ海賊団ということでしょう。あの配信を踏まえて、今後邪魔になる敵をしらみつぶしに消していくのが黒ひげたちの動き。黒ひげたちの本当の狙いは世界です。ルフィは支配なんかしない自由、対照的な黒ひげは支配をもって自由を得る。つまり最大の目的は世界征服。最も単純で最も悪い奴らの目的としてぴったりすぎる。ワンピースにおいて狙うのが世界ということはどういうことか。それはストレートにイム様を退かせるということだと思います。黒ひげはイム様の存在を知ってるでしょう。個人的にはこのシーンで黒ひげが盗み聞きしてたんじゃないかと想像してます。ロジャーが先によって意気揚々と遥か昔の話をしていた。そこでイム様の名前が出た。黒ひげの趣味に歴史研究とありますから、イム様のことを知っていてもおかしくないんです。どうやらこの世界には空の玉座に座っている人物がいるだろうと黒ひげは知っているんでしょう。革命軍がやろうとしていることは現体制をぶち壊すこと。黒ひげ海賊団はそんなやり方ではなく、王の首だけをすげ替える。つまりイム様の席を黒ひげに変えるだけ。蜂の巣の花の部屋から花の部屋に移るだけ。さらに五老星の席は一味に変えるだけ。権力だけをスライドさせて現体制を乗っ取る。五老星は惑星で、ガーリング星も月だとすると、月火水木金土、そして日曜日は太陽、エースは太陽だった。月火水木金土日のすべてをブラックホールで飲み込むということではないでしょうか。マリージョアの天竜人たちはそのまんま今まで通り自由にさせる。ただただ惑星たちを変更するだけ。黒ひげのことですから、高みを目指せば拳など出さずに席を奪い取るんじゃないでしょうか。これから黒ひげはポーネグリフを狙う中で、政府海軍ともぶつかることも避けられない。ここでガープを人質に政府と交渉するのが一つの流れ。それを邪魔しに来る可能性もあるのが息子のドラゴン。そして世界を取るときに邪魔になるのもドラゴン。ワンピースを狙うこと、世界を取ることのどちらにおいても革命軍とぶつからざるを得ない状況なんです。黒ひげが革命軍を襲う企ては着実に進んでいる。その決着はどうなるか。ドラゴンが敗北すると思います。というのも、黒ひげの能力に注目すれば、とある手がかりが浮かび上がってくるんです。この動画の本題はこっからです。黒ひげは現在2つの能力を得たことが判明している。3つのドクロを掲げた海賊旗であることからも、もう1つの能力を手にしそう。黒ひげの能力、グラグラの自信、
それは親父から継承した。そして闇闇では火を倒した。自身も親父も火も昔から世間の人々が恐れるものの代表です。人々が恐れる火は火事のことです。この文字を並べてみましょう。この並びを見ると雷系の能力も手に入れそうじゃないですか。地震、雷、火事、親父、世間で大変恐ろしいとされているものをその順に並べて言う言葉。火事は闇に飲み込まれたので、地震、雷、闇、親父、火事の怖さを飲み込んだ。じゃあ雷が操れるのはどんな能力か。ドラゴンの能力でしょう。基本的には風を操る能力だと思いますが、その力で天候を変えて雲を作り、正確に一点めがけて雷も落としてました。このドラゴンの能力が黒ひげの3つ目の能力になると考えてます。地震、雷、火事、親父は江戸時代にはあった言葉で、親父の部分はもともと大山路、大親父、つまり台風を表す言葉だったそうです。それが大山路、大親父、大親父、大親父、親父に変化したという説。それも含めて風を起こし天候を変えるドラゴンの能力がぴったり当てはまるんです。じゃあそうなるにはドラゴンは敗北する。これしかないんです。もちろんエネルのゴロゴロが最も雷の能力なので、その可能性も消せませんが、風のイメージや親父というワードが入っていること、あと単純に今後のマッチメイクを考えてもドラゴンの方の能力が奪われそうだと推測できる。最近の動画でも話しているように、天候を操るのは神の営み。現実世界でもそう言われてますし、ワンピース世界でも何度も語られている。神の座を狙う黒ひげが天候を操る力を手に入れるのは似合いすぎてる。まだあります。江戸時代に描かれた地震、雷、火事、親父の絵、この中で雷とは鬼で表現されてます。雷様といえば鬼。これって日本人ならすんなり納得できるイメージですよね。黒ひげは今後鬼に近づくんですよ。最新話でこんなコマがあったことを見逃してはいけません。黒ひげがピサロに怒るとき、どうなってんだピサロ、俺の犬間に。これも日本人ならわかるネタ。〇〇の犬間にって鬼の犬間にでしか使わないですよね。黒ひげが鬼になる、つまり雷を操るようになることをこのセリフで暗に示してるんじゃないでしょうか。ピサロは鬼の犬間に洗濯をしていたことを怒られてる。じゃあおじいさんは芝刈りしてるはず。あの芝刈りって芝刈り機の芝刈りじゃなくて芝刈りのことです。かまどの燃料にするためにこういう枝とかを集めるのが芝刈り。おじいさんのガープ芝刈りしてるかな。技名はギャラクシーディバイド、腹竹割り。竹を割って芝刈りしてるんでしょう。プロレス好きの小田先生、ジャイアント馬場の得意技脳天空竹割りも引用しながら、芝刈りにもかかる技名をチョイスされてる。これは俺の犬間にというセリフから黒ひげ鬼と考えたら成立する話。やっぱり黒ひげは鬼で、地震、雷、火事、親父になる。過去動画でも少し触れてますが、この信憑性が増してきました。蜂の巣もほぼ見た目が鬼ヶ島ですもんね。ドクロ岩とドクロドーム、現状はっきりとした鬼の要素は黒ひげにはありません。やはり今後鬼のイメージ、雷を操るが追加されるんでしょう。最後に少し余談ですが、地震、雷、火事、親父という言葉について知りたくて図書館で調べてると、もしかしたら小田先生これ知ってるのかなというものが見えてきたのでご紹介。こんな方がいることをご存知でしょうか。中谷宇吉郎さんという方。この方は世界で初となる人工雪の製作に成功した科学者。南極の地名中谷諸島にもなってるぐらいすごい人。細かく言うと雪氷学という分類の科学で、雪や氷を語るには外せない偉人。彼が1938年にまとめた雪という本。この本で語られることは雪の研究はもちろんなんですが、その研究史を紐解く中で、日本で全然研究されてきてないやん、なんでやんねんってことを書かれてます。研究してこなかった過去の人々に憂いてるわけです。なぜなら雪崩とか雪の災害の対策に役立つのに、それについて研究がされてこなかったから憂いてる。その文脈での一節、
怖いもの、地震、雷、火事、親父とは昔からあまりにも知れ渡っていることわざであるが、この怖いものの正体をつかもうとする精神に欠けているのが日本人の一つの得意色であろう。世界に類例を見ない天才国であるにかかわらず、近年に至るまでそれらの災害の科学的研究がすこぶる遅れていたのも当然のこと。説教学の科学者が皮肉交じりに災害研究全体の重要性を指摘してるんです。つまり雪、氷に強い人が地震、雷、火事、親父に警鐘を鳴らしていたということなんですね。こういうコアな災害にまつわるエピソードまで小田先生が知っていたら少しヒヤリとします。今回はこの辺で。